なんかね、ここのお店ね、なんか店員さんがロボットらしいんですよ。はい、じゃあ早速入ってみたいと思います。まあ、店内こういう感じで多分すいませんこっちはね、鉄板が熱くなってから下ろしてよ。ね、そうですね。まあ多分まあロボットが接客してるお店ということで来てみました。ね、すごい愛着ミヤなんかのね、見たことある風のロボットなんですけど、はい、じゃんと、はい、やってきました。なんかね、ここのお店ね、なんか店員さんがロボットらしいんですよ。ここのお店ね、なんか店員さんがロボットらしいんですよ。店員さんがロボットらしくて、なんか、はい、なんかちゃんといらっしゃいませとかちゃんと応対までしてくれるらしいんですよね。はい、なんでちょっと気になるんで早速行ってみようかなと。市の方にあるんですよね。東区です、ね、いや東区です、ね、はい、新宿というお店なんですけど、こちらですね。はい、じゃあ早速入ってみたいと思います。はい、まあ、店内はこういう感じで多分すいませんこっちはね、鉄板が熱くなってから下ろしてよ。ここのお店ね、なんか店員さんが残ってらしいんですよ。あ、はい、わかりました。早速、ね、もう、はい、はいはい、早速ね、もう用意してもらってるんで。ね、そうですね。まあ多分まあロボットも多分まあロボットも、まあ、すごい昔からだからずっとあるってことですよね。30年、5年ぐらい前からも35年。へぇ、その時はもうだいぶね、珍しいもんじゃなかったですか。うん、よく来ましたよね、もんじゃなかったですか。うん、よく来ましたよね、人は。早速来ましたよ。はい、はい、ちゃんとね、お渡しします。これ何しありますか。そうですね、もう35年前のものだと思えないですね。そうだ、ね、ちゃんとここまで持って。はい、ありがとう。なんかクリーンなんかまたやったけど、ほんま、お水をまあ、そうですね、そうですね、おし、そうですね、消毒消毒ですね。ですよね、かき混ぜて焼く感じですね。うん、まあ、美味しそうですね。やっぱ自分でやるのがまだいいんでしょうね、これ多分。うん、この鉄板をこの辺に移して真ん中へ、はい、横行って移して、はい、もうこれでいい。肉を上に乗せて、いいですね、なんかこう子供の頃にやったような気がしますね。ちっちゃい頃ね、おばあちゃんがよくやりますね。ね、ちょっと小腹空いてると来れますもんね。そう、うん、500円でお腹いっぱいになるって警戒心で。はい、ここで食べる方がいいよ。そうですね、もうここで食べていきますね。ちょっと今回はね、ロボットが接客してくれるお店ということで来てみました。すごい愛着があるね、いいロボットだと思いますね。うん、パッと見はなんかね、見たことある風のロボットなんですけど、はい、ぜひ皆さんもね、機会があるこういうとこがあるんで、ね、子供連れてったらいいかもしれないですね。うん、ぜひね、来てみてください。じゃあ、ありがとうございました。はい、裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。